さあどうも、わたぬきです。今回もね、未踏の市町村をくじ引きで行くシリーズの第7弾ですね。今回は北東北編ということで、青森県、岩手県、秋田県がね対象になってます。また概要を説明すると、この地図上で白色の自治体が私が行ったことないところで、黄色が通過だけしたことがある、橙色が歩いたことがある、で赤が泊まったことがあるっていうところなんですけど、その中でもね、白色の行ったことがない自治体の中から一覧でくじを作って、それを引いて出たところに行くと。これでね、人生の中で行ったことのない自治体を少しでも減らしていこうというね企画ですね。では早速、今回も北東北の自治体を一覧を読み上げていきましょう。ではまず黒石市、続いて西目屋村、続いて大間町、続いて風間浦村、続いて西村、続いて田子町、続いて新郷村、続いて葛巻町、続いて田野畑村、続いて普代村、続いて軽米町、続いて野田村、続いて九戸村、続いて上小阿仁村、続いて藤里町、続いて大潟村、続いて宇後町、続いて東成瀬村。これで以上になりますね。で今回は青森7、岩手6、秋田5っていうことでね、まあ、結構まんべんなくね散りばめられてる感じですね。まあ、この中でね、思い当たるのだと、やっぱりね、本州最北端の青森県の大間、ここは行ってみたいし、行ったことがないし、行くのがそれなりに難しいってことで、こことかはね、出たら嬉しいですね。まあ、あとは変わったところで、最後に出た東成瀬村、これがね、私の住んでる町田市の駅で、成瀬駅っていうのがあるんですけど、それとね、同じ名前のね、成瀬を関する自治体がこんなところにあるんだってことで、ここの存在は前々から知ってたんで、ちょっとね、行ってみたいと思ってたんでね、ここもね、出たら嬉しいですね。しかもここもそれなりに行きづらいですし、さあ、果たしてね、どこが出るのか、くじを作って、では引いていきましょう。さあ、じゃあ今回のね、くじを引いていきましょう。北東北編の未踏のね、市町村のくじを今回はね、作ってあります。さあ、じゃあね、またよく混ぜて、北東北もなんか離島がねありそうでないんですよね。まあ、ただね、今回はね、下北半島の端っこの自治体がいくつかありますから、そこがね熱いエリアになりますよね。まあ、だいぶねこう回数を重ねるにおいてね、東京からだいぶ離れてきましたんで、行きづらいところがね結構増えてきてますね。北東北は結構山奥のね行きづらい自治体結構多かった気はしますけど、まあじゃあよく混ぜて、だいぶ混ぜましたかね。じゃあ恒例のね、この、峠の釜飯に入れて、もうちょっと混ぜて、いやーどうだろうな、まああれですよね、まあ、せっかくならね、大間が出たらね、今週最北端に行けますけど、どうだろうな、まあ、そうね、簡単に出ないですね。じゃあこれにしますね。じゃあまた視聴者さんに先に見せていきます。じゃあこちらです。ではどうだ、野田村、これもどこかよくわからないぞ。また調べていきますね。ではこのね、野田村調べてみました。場所がこの、岩手県の太平洋沿いにあるところで、まあなので場所からここはね、東日本大震災でかなりね被害を受けたところのようですね。で、まあ、鉄道がまた三陸鉄道が通ってて、陸中野田、豊富ヶ浦海岸、野田多摩川とね3つ駅がありますね。三陸鉄道もね、もう全然乗ったことがないんで、まあ、この機会にね乗りに行くこともねできますね。でね、この豊富ヶ浦海岸駅ってね、初めて聞いたんですけど、これが割と最近できた駅で、まあ、この近くにね、白井海岸っていう、まあ、ここは結構秘境駅で有名なところがありますけど、白井海岸も利用者数1桁なんですけど、この豊富ヶ浦海岸駅も、ね、利用者が1桁 で、どういうところなのかっていうと、まあね、これはまあ秘境っていう言葉が適切なのかどうか微妙なところですけど、まあ、ここは秘境っていうよりかね、震災の復興事業で整備された団地の最寄り駅ということでね、作られた駅のようですね。
で、まあ本当に航空写真で見るとまだね復興のすごい工事中のような風景が見えてきますんで、ああでもこういうところもねどういったところなのかっていうのをね行ってみたいところですね。本当にこう震災で被害を受けたところっていうのはね結構まあ行こうかなって悩んだこともあるんですけど、なかなかそんなに積極的に行くのはね、なんだろう、邪魔しに行ってるだけのような気がして、もう全然行ったことがなかったんで、もう本当にかなり昔動画にしたの富岡駅、あれぐらいしか行ったことないんですよ。そのまああとはね、乗りつぶしでね通ったとか通りましたけど、なので、ね、もう東日本大震災からもう10年近くが経とうとしてますけど、そういった状況の中でね改めて今の姿をね見に行くってこともできますからね。ではね、この北東北編はこれで以上になりますんで、またこの市町村くじ引きシリーズ定期的に上がりますんで、そちらもよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。